写真家？なんだよこれ。一番右端の口ひげを蓄えた男、こいつは船長室で殺されていた。左の手首にゼロのバングルをはめていたあの男じゃないか。それに左から2番目、メガネをかけた白衣姿の男は、間違いない、こいつは鳥の巣頭の男、バングルナンバー9番の男だ。5の扉の先へ一人で侵入し、無残に砕け散った、あの。そして何より、この一番左端に映ってる、ストライプのスーツの男は、一宮だ。らしいな。間違いないね。どういうことなんだ？どうしてこんなところに一宮の写真が？しかも一宮だけじゃない、9番の男や船長も一緒に。どうしてこいつらは仲良さそうに笑い合ってるんだ？なぜだ？一体どうして？ここに映っている4人は一体どんな関係なんだ？写真には一宮が写っているのかい？ああ、だが最近撮ったものじゃなさそうだ。一宮も9番の男も船長も10歳ぐらい若く見える。9番の男と船長室で殺されていた男も写ってるのか？ああそうだ。他には写ってるのはその3人だけかな？いや、もう一人いる。知的で冷たい感じの目つきをした長髪の男だ。こいつだけ見覚えがないが。うん、写真に日付はないな。裏も確かめてみたかい？裏？そう、裏だ。あ、ノナリープロジェクトの成功を祈って、虹崎、久保田、武蔵堂と共にってことは、ここに映っている4人は9年前に計画を企てた主要人物たちということか。つまりここに映っている一宮、9番の男、船長の3人はノナリープロジェクトの首謀者だったということに。なるか。なんでだろう、思ったよりも驚きがないというか、まるでそれが当たり前みたいに。なぜだ、どうして驚かない？一宮がノナリープロジェクトの首謀者だと分かったんだぞ。なのになんでこんな風に平然としていられる？まるで最初から知ってたみたいじゃないか。ああそうか、やっぱりそういうことだったのか。一宮はクレイドル製薬の CEO、 9年前の実験を画策した主犯格の人物、本郷源太郎だったんだ。一宮が本郷？いや、初めから薄々感づいてはいたんだけどね。声がそっくりだったから。一宮の声と9年前の本郷の声、忘れるわけがないさ。あの悪魔のような声。でも僕は顔を確かめることができない。だから 100% の確信は持てずにいたんだ。もっとも確信を抱いていたとしても君たちには教えなかっただろうけれど、例のゼロからの脅迫文があったからね。お兄ちゃん。ん？それって私も初耳だよ、一宮が本郷だったなんて。ああそうか、四葉は9年前
ネバダの模擬実験棟9棟の方にいた。一方本郷は僕と同じくギガントの船内にいたから。そうだよ、だから私は本郷の顔は知らないんだ。なのにどうして、なんで教えてくれなかったの。いくらなんでも実の妹にぐらい打ち明けてくれたっていいじゃない。ごめん、悪かったよ。だけど四つ葉に話したらすぐに他のみんなへと言い広めてしまうだろ。そうなったらどうしたって9年前の出来事について触れざるを得なくなる。それだけは絶対に避けたかったんだ。なあ純平、ちょっとその写真貸してもらえないか。ああ。本郷、久保田、虹崎、武蔵堂。本郷、久保田、虹崎、武蔵堂。本郷、久保田、虹崎、武蔵堂。なあセブン、お前もしかして。うるさい、黙っててくれ。もう少しで思い出しそうなんだ。もう少しで、もう少しで。本郷、久保田、虹崎、武蔵とクレイドル製薬、ノナリープロジェクト。やべえ。なんだ、どうしたの。やべえぞ、お前ら大変なことになった。だから何が。思い出したんだよ。何を。すべてをだ。すべて。あ、そうだ、すべて、何もかも、ここに拉致されてくる前の出来事を一切合切全部ひっくるめて丸ごとごっそり思い出したんだよ。な、教えてやろう。一宮が本郷だってのはさっきニルスが言った通りだ。残りの3人は右から順に武蔵堂、虹崎、久保田になる。武蔵堂はノナリープロジェクトに出資していた投資家の男、虹崎は本郷の右腕で、久保田は実験を指揮していた研究者だ。なんで知ってるんだよ。だから言っただろ、何もかも思い出したんだよ。答えになってない。俺が聞きたいのは、取り戻した記憶の中にどうして4人のことが刻まれてたのかだ。知りたいのか。当たり前だろ。私も知りたい。長くなるぜ。三日三晩かけたって語り尽くせるような内容じゃねえんだ。それはダメだよ、時間がないの分かってるでしょ。できるだけ手短に頼む。手短にね。分かったよ、なんとかやってみよう。俺は刑事だ、自分で言うのもなんだが、俺は組織の規律よりも何よりも俺自身の信じるものを優先しちまうたちでな、いわゆるはぐれ者のデカってやつだった。だからその日も俺は俺の信念に基づいて行動し、一人で夜の埠頭へと向かっていた。今から9年前のことだ。たどり着いた港は真っ暗闇に包まれていた。当時俺は少年少女連続不明事件について追っていた。被害者の接点はただ一つ、同じ病院への通院歴があったこと。その病院の経営母体はクレイドル製薬のグループ企業で、このつながりをたどっていくうちに、クレイドル製薬の上層部の人間が事件に関与していることを突き止めた。そして俺はクレイドル製薬の内部の人間から情報を引き出すことにも成功した。
その情報提供者はこう言ったんだ。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ、沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。そうして俺はその埠頭へとたどり着いた。物陰に身を潜めて様子を探ると、岸壁に一艘の不審船が横付けされているのが分かった。その船上と周囲にちらほらと人影が見えてな。どうやら黒いスーツに身を包んだ男たちが大きな袋に詰め込まれた何かを船の中へと運び込んでるみてえだった。その重量感、たわみ方を見て俺は悟った。間違いねえ、奴らが運び込んでいるのは人だとな。気づいた時にはもう俺の体は動いていた。物陰から飛び出し銃を構えた。動くな。だが次の瞬間、俺の後頭部には硬い金属が押し当てられていた。銃を捨てろ。ここで君を殺したところで私は何も困りはしない。足首に怒りをつなげて海へと放り込めば一週間は上がってこないだろう。どうする？魚の餌になってみるかね。撃鉄の下げられる音が頭蓋骨に直接響いた。て、悔しいがどうしようもなかった。俺は声に従いゆっくりと足元に銃を置いた。その直後、首筋に鋭い痛みを覚えた。何か針のようなものを突き刺されたらしい。注射か。俺はそのままうつ伏せになって倒れた。頬には冷たいコンクリートの感触があった。それを最後に俺の意識は途切れた。硬い床の上で俺は目を覚ました。くそ、頭がガンガンするぜ。首だけを軽く持ち上げて辺りを見回す。どこだここは。粗末なベッド、薄い汚れた洗面台、ドアのついていないむき出しのままの便器。どうやらそこは刑事である俺のよく知ってる場所のようだった。独房か。便器の反対側の壁には一枚の扉があった。俺はよろめきながら身を起こしてその前に近づいていった。扉に手のひらをついて前後左右に圧力をかけてみた。だが開かねえ。当然だ、独房にぶち込んでおいて鍵をかけないわけがない。何度か体当たりも食らわしてみたが無駄だった。だよな。俺は一人つぶやいてその場にどさっと腰を下ろした。それからどれぐらいの時間が経ったか、俺の耳にふとかすかな声が届いた。声は遠かった。なんて言ってるのか聞き取ることはできなかった。だがそれは確かに俺の鼓膜を震わせていた。変声期を迎える前の甲高い声。そう、子供の声だ。声は一つじゃなく重なり合って響いていた。複数いるな。5人か6人か、いやもっとか。どこだ、どこから聞こえてくる。俺はキョロキョロと辺りを見回し壁に耳をつけてみた。
違う、こっちじゃねえ。左か、左のベッドの下が。俺は鋼鉄のフレームをがっしり掴むと力任せにベッドをひっくり返した。見つけた。すぐに分かった。ベッドが置かれていた壁の下の方に金網に覆われた通気口があった。腹ばいになって奥を覗き込んでみたが、暗くて何も見えやしない。だがその先から声が聞こえてくることは間違いなかった。どういうことだ、なんでこんなところに子供たちが。思い出したのはクレイドル製薬の内通者の言葉だった。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ、沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。まさかここはその大型客船の中だってのか。とにかくどうにかして子供たちのところへたどり着けねえもんかと俺は考えた。その時目に入ったのは金網だった。いけるか。俺は指を鍵爪のように折り曲げて網の目をがっしりと掴んだ。そして、ざまみろ、こじくしょうめ。目の前にはぽっかりと開いたダクトへの入り口。俺は額に吹き出した汗を拭って早速その奥へと潜り込んでいった。幼虫みてえにもぞもぞと体を動かしてひたすら前へ前へと進んだ。しばらく行くとダクトは一回り太くなって、この俺でさえ四つん這いで進めるほどの広さになった。まるで幼虫から成虫になった気分だったぜ。俺はゴキブリみてえに手足をバタつかせてさらに前進を続けた。とその時、ダクトの向こうから重々しい響きが届いた。何か分厚い鉄の門が閉ざされるような音だった。続けて聞こえてきたのは、なんだ。英語で何を言ってるかは分からなかったが、とにかくやべえってことだけは理解できた。そしてそれを裏付けるみたいに幼い悲鳴が響いてきた。聞き迫る絶叫だった。複数の声が混ざり合ってぐちゃぐちゃだった。一体何が起こったっていうんだ。俺は四つん這いになったまま走り出した。狭いダクトの中を獣のように駆け抜けていく。すると湾曲したダクトの左手に一枚の鉄扉を見つけた。子供たちの悲鳴はそのすぐ向こう側から聞こえてきていた。ここだ。俺は確信してこの地形の取っ手をつかむと勢いよくそれを押し開けた。おい、何なんだここは。
思わず声がこぼれた。そこは底面が急角形になったドーム型の広い空間だった。ちょうどロートを逆さにしたような形で、天井は上に向かってすぼまっている。煙突のようにも見えた。その下には探し求めていた子供たちの姿があった。子供たちは顔をこわばらせて俺のことを見上げていた。いきなり現れた俺の姿に驚いているというよりは怯えている様子だった。無理もないか、この面構えじゃ。自嘲気味に笑って俺は真下の子供たちに向かって言った。安心しろ、敵じゃねえ。それでも彼らの表情は晴れない。仮面を貼り付けたように固まっていた。そんな中、たった一人だけ答えを返してくれた奴がいた。学ランを着た少年だった。あんた一体誰なんだよ。そいつは一歩前に出て疑うようにこっちを見ながら言った。刑事だよ、お前ら助けに来たんだ。俺がそう告げた途端、ほんの少しだけ子供たちの表情が和らいだ。助けるってどうやって。出口は。ダメなんだ、入ってきた方の2枚の扉は両方とも開かないし、そこにある9の扉は。そこで言葉を切ってから学ランはこう続けた。とにかくダメなんだよ、全員では出られないんだ。このままだと俺たち焼き殺されることに。焼き殺される。ここは焼却炉の中なんだ。今鳴り響いてる警報は焼却が始まることを告げていて、だからだから。そこに再びアナウンスの声が響き渡った。さすがの俺でも15ミニッツぐらいは聞き取ることができた。どうやら残り15分ということらしい。俺は改めて眼下の様子を確かめてみた。床までの距離は7、8メートルか。とてもじゃないが腕を伸ばしたところで子供たちの体を引き上げることはできそうもなかった。それじゃあどうすればいいか。瞬間一つの考えがひらめいた。待ってろ、すぐに戻ってくる。どこ行っちゃうの。僕たちを見せるつもり。子供たちが動揺の色を浮かべてざわめく。ほら、不器用だが精一杯の笑顔を浮かべ言ってやった。心配するな、必ず戻ってくる。だからおとなしく待ってるんだ。いいな。そのまま俺は急いでダクトリと引き返した。走る走る走る。獣のように四つ足でダクトを駆け抜けていく。やがてたどり着いた場所は、そう、独房だった。戻ってきたんだ、あるものを用意するために。その準備を終えると俺は急いで再びダクトの中へ飛び込んだ。そして待たせたな。焼却炉に戻った俺は持ってきたロープをスルスルと下ろしていった。それはベッドのシーツを切り裂いて結び、縄のようにより合わせて作ったものだった。さあそいつを体に巻きつけるんだ。一人ずつ順番に引き上げてやる。わかった。
あれ、ちょっと待てよ。俺はフロアの隅々を見渡して続けた。人数が減ってるじゃねえか。他の連中はどうしたんだ。学ランが答える。先に行かせたんだ。旧の扉を開いてその向こうへ。ああ、どういうことだ。そこにある Q って書かれた扉が開いたっていうのか。だからそう言ってるだろ。だったらなんでお前らは残ってる。一緒に行けばよかったじゃねえか。無理なんだよ。どうして。ナンバリングドアの先に進めるのは。学ランが言いかけたその時、例のアナウンスがドームを包み込むように響いた。とにかく詳しいことは後で説明する。引き上げてくれ。ああ、分かった。俺はそう答えてシーツで作ったロープを強く握り直した。まずはポニーテールの少女を引き上げる。次に赤いネクタイをした少女の体を手繰り寄せた。3番目はジャケットを羽織った背の高い少年。こいつは自力で登ると言ったんで、俺はロープをしっかりと支えた。そして最後に学ランの少年、そいつも同じく自分の力でスルスルとロープを登ってきた。その細い体つきからは想像もつかないほどの腕力で、そいつはみるみるうちに距離を詰めてきた。あとわずかで俺のところまで届くかというその時、扉を叩く音が響いた。吸い寄せられるように俺はそっちを向いた。扉には四角くて分厚い窓ガラスがついていた。その向こう側にへばりつくようにして何者かが室内の様子を覗き込んでいる。なぜだ、なぜ誰もいない。ガキどもは一体どこに消えちまったんだ。くそ。扉が開いたと同時に狂気じみた形相を浮かべて一人の男が飛び込んできた。俺はその顔を知っていた。捜査資料の中で見たんだ。その男の名は本郷源太郎。クレイドル製薬の CEO だ。本郷は学ランの姿を見つけるなり、うわー、獣じみた雄たけびを上げロープの元へと突進してきた。急げ。わかってる。学ランは止めていた腕を再び動かして、ぐんぐんとぐんぐんとこちらに向かって登ってきた。今度クソが効け。待ってくれ。残り3メートル、2メートル、1メートルに達したところで、俺はがっしりと学ランの腕を掴んだ。そのまま吊り上げるようにしてダクトの中へと引きずり込む。逃げろ、逃げろ。もはや本郷の叫び声は言葉になってもいなかった。顔も人間のものとは思えない。悪魔か怪物か、あるいは牙を剥いて威嚇する獰猛な爬虫類のように見えた。俺は本郷が登ってこられないようにロープを素早く手繰り寄せてダクトの奥へと放り込んだ。許さん、許さんぞ。私の崇高な実験を邪魔しやって。実験、実験ってなんだ。おい、おっさん、何やってんだよ。早くしろ。背中を叩く学ランの声。俺は本郷に向かって敬礼し、鉄の扉をガシャリと閉めた。
それとは逆方向に進路を取った。するとほんの10メートルほど進んだところでダクトの左手に脇道が現れた。その脇道は傾斜の急な下り坂になっていた。俺は4人の子供たちと共にその傾斜を滑り降りていった。降り立った場所は太くて短い通路だった。通路の両端にはそれぞれ1枚ずつ扉がついている。左手にあるのは両開きの普通のドアで、右手にあるのはどこか見覚えのある重厚な鉄の扉だった。扉は黄色と黒の縞模様で縁取られていて、その脇には奇妙な形をした何かのデバイスらしきものが設置されていた。扉の上にはプレートが取り付けられている。そこにはインシネレーターと記されていた。インシネレーター？焼却炉のことですよ。俺のつぶやきに答えたのは赤いネクタイをした少女だった。ってことはこの先には、ええ、本郷がいるかもしれませんね。焼却システムは止められたみたいですし。何をのんきに言ってんだ、やべえじゃねえか。はい、やばいと思います。ちっ、俺は舌打ちをして続けた。逆だ逆、向こうの扉に行くんだ。さあ早く。4人の子供たちが走り出す。最後に俺もその後を追った。扉を開くとそこには螺旋階段が。走れ。俺の声を合図に子供たちは一斉に階段に向かって飛び込んでいった。登れ登れ登れ。足を振り上げ腕をかき一心不乱に駆け上る。ぐる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 登っていく。ただ上を目指してがむしゃらに。そうして登り続け、いくつかの踊り場を通り過ぎたところで不意に学ランが言った。足を止めずに走りながら、おかしい、いつまで経っても茜に追いつかない。茜？妹のことだよ。赤いネクタイをしたあいつのことだ。茜、茜、変だな。そんな名前の少女は行方不明になった16人の中にはいなかったはずだな。おい茜！学ランは上に向かって呼びかけた。もしかしたら追い抜いちまったのかも。そう言って学ランは急制度をかけた。慌てて俺も立ち止まる。ジャケットの少年とポニーテールの少女も足を止めた。追い抜いたって、いつだ。ほら、別のデッキに繋がったところが途中にいくつかあっただろ。あの踊り場のところで休んでたのかもしれない。そんなバカなこと。おっさん、悪いけど先に行っててくれ。俺は下を見てくるから。くるりと厳しそう返す学ラン。おい、ちょっと待てよ坊主、待てって。引き止める声も聞かずに学ランは階段を駆け下りていった。すぐ軽く悪態をついてから俺はジャケットの少年とポニーテールの少女に向かっていった。俺はあいつの後を追う。お前らは先に行け。分かったな。少女がうなずいて階段を駆け上がっていく。ところが少年の方は、僕も一緒に行くよ。時間がない。俺はうなずいて階段を駆け下りていった。ジャケットの少年もその後に続く。結局最下層のフロアに達するまで茜とかいう少女の姿は見当たらなかった。なんでだよ、どこ行っちまったんだあいつは。学ランは苛立ちを隠しきれない様子で熱い言葉を吐いた。と次の瞬間、少女の声が聞こえてきた。茜！学ランは力任せに扉を開け放つと焼却炉に面した通路の中へと飛び込んでいった。俺はジャケットの少年と共にその後を追う。
そこに踏み込んだ途端、俺は信じがたい光景を目にすることになった。本郷が茜と呼ばれた少女の手を引いて無理やり焼却炉の中に連れ込もうとしていたんだ。さあこっちに来るんだ。茜は両足を踏ん張ってグイグイと腕を引き、懸命に本郷の手から逃れようとしていた。茜！学ランが叫び、本郷に向かってたけたけしく突進していった。お兄ちゃん！へっ、遅いんだよ、間抜けが。本郷は茜の腕を手繰り寄せると、そのまま投げ捨てるように焼却炉の中へと放り込んだ。そして自分もドームの中へ。諸君、扉がずしりと閉まった。俺たちは扉の前へと駆け寄った。そこに食らいつき、どうにかして扉をこじ開けようとした。だが、くそ、ダメだ、1ミリも動かねえ。学ランが扉を叩く。拳が砕けてしまうんじゃねえかってくらいに強く強く。扉の向こうから悲鳴のような声が響いた。本郷は反対側でどうする？パパに。なんだって？Emergency alert.Emergency incineration command has been confirmed. Automatic incineration will take action in 18 minutes. Please evacuate the incinerator immediately. Repeat. Emergency incineration command has been confirmed. What?マジかよ、さっきと同じアナウンスじゃねえか。待ってろ、すぐに助けてやるからな。学ランは血の気のうせた顔を見せながらも、努めて冷静に振る舞うように答えた。大丈夫だ、必ず何とかしてやるから、必ず必ず。扉の向こうからすすり泣く声が聞こえてきた。学ランは拳を握りしめて懸命に涙をこらえているみてえだった。